餃子ニンニクとフキのリクエスト動画。今年はまだ撮れないので、昨年4月の様子です。私が住んでいるのは北海道釧路市。餃子ニンニクは4月、フキは5月頃からがシーズンです。餃子ニンニクが大好きだという方からリクエストをいただきましたが、まだシーズン前なので、昨年の映像を編集しました。リクエストをくださった方は、富山県在住の越間千露さん。その方が言うには、いくら探しても見つからないとのことです。餃子ニンニクは、またの名をキトピロとも呼ばれています。我が家はさっと茹でてお醤油やめんつゆにつけたり、天ぷら、そして北海道といえばジンギスカン。ただし餃子ニンニクは匂いがすごいので食べ過ぎると大変なことになります。次はフキです。お前も取れって言うけど、私はね、取るは取るでも違う取るをしたかったんです。フキの見分け方は、中黒いやつだね。何年も前、とても太い餃子ニンニクを見つけた時に撮影しました。以上、餃子ニンニクとフキの動画でした。リクエストをくださった越間千露さん、見てくださった皆様、ありがとうございました。リクエストがある方は、可能な限りお答えしますので、お気軽にどうぞ。海外の方からも、リクエストをお待ちしています。